ということでね、はい、悠々者実況やっていきたいと思います。パート2でもね、セイキンさんは起きなかったんですけど、パート3ではね、そろそろあんた起きろよ、不労所得じゃねえかこれ。過去の人気動画がさ、伸びてるからってさ、寝てさ、起きてくれよそろそろ。頼むよ、夢と希望の YouTuber だろ。つうわけでこの敵倒します。オラ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 、遠隔ね、魔法覚えたんで、オッケー、すぐ出たね、早いわ。さあ起きるか、どうだ、そろそろかっこいいとこ見せてくれよ、セイキンさん。メガネ、あ、メガネが夢に、なんだメガネが夢にってどういうことだ、メガネが夢に、なんだ、ぐわー、セイキン、セイキン、いやー、僕の名前呼ぶ恐ろしい竜魔王、その竜魔王がメガネよ、メガネ、メガネといえばまさか、いや別にメガネといえばまさかってメガネのやつなんかいっぱいいるからな、まさかにはならないと思うけどな。どういうことなんだ、うん、メガネ、あ、いや、なんでもないんだ。あれ、セイキン、また寝ちゃったかな。おい、また寝たのかよ、ちょっと。セイキン、どんどん弱ってきている気がする。やっぱり竜魔王の呪いなのかな。やっぱり僕がもっと強く竜魔王を倒せるくらいに強くならないと。いや、もうだいぶん強いよ君、まだやるの。うわ、何これ、雷獣の魂を宿したライトニングソード、雷の魔法攻撃2倍。この後 CM 入ります。なんかすごいね、鎧みたいな。で6000、長いわ、先長いわ、でも頑張るわ。あ、出た、でかいの、あ、出た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 、おらららら、おらら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 、負けないぞ、連打連打、指が壊れようと俺は負けないぞ。オッケー、ながラージ、どういうことなんだよこれ、かっこいいなこれ、なんか、へえ、 CM 入ります。敵が出てこない、どうすればいいのこれ、敵が出てきませんけど、なんでだよ、おい、ちょっとどういうことこれ。そういえばね、気づいたんだけど、この上の EX レベルの方はこのゴーレムみたいな方を倒した方がいいんだよね、ゴーレムとか鎧みたいなんで、あの技とか覚える方の経験値は下の方なんで、比較的ね、進めたいならこっちのね、あのゴーレムが出た方が嬉しいなっていう感じですよね。おお、いっぱいだ、ゴーレムいっぱい、これはいいぞ、これは稼げるな。おららららら、おららら、こいつのな、でもでかいの出てこいよこいつの、このスライムのハグレメタルの、お、来た来た来た、お、いっぱい来た、いっぱい来た、オッケー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 、あと半分だな、長いね先が。いや、そもそもさ、この少年がさ、頑張る必要なんてさ、ないんだよ。だってセイキンさんが寝込んでんの、セイキンさんの体が弱いからじゃん、あのガリガリだしさ、俺みたいに。なもんな、そんなさ、なんかさ、俺はさ、俺というか君が頑張る必要ないんだよ別にさ。いいんだよ、君は素直に YouTube を見てればさ、俺そう思うよやっぱり。子供がね、大人のね、責任を背負うことはないんだよ。よし、じゃあラストスパート行こうじゃないか。おららららららら、あ、ちょ、オッケー、さあ起きるか、そろそろ、そろそろ起きてくれ、セイキンさんよ、起きてくれよ。うっ、カエル天狗、セイキン、具合はどうかな。それが、また竜魔王の上で、夢でってなんだ、夢で起きちゃったよ。またかよ、どんだけ同じ見てんだよお前、やべえな。セイキン、悪の実況をしろ、セイキン、助けて、どういうこと。竜魔王はまるで2つの意志を持ってるようだった。おー、なるほどね、操られてんのかなやっぱり。はあ、で、まだ起きない、僕は絶対に悪い実況なんてしないぞ。うん、でも助けてって言われると助けたい気になるな、なんでだろう。いやー、まだ起きねえ。お、かっちょいい、なにこれ、竜騎士になった。そろそろ終わりか、氷の魔法2倍だ。 CM 入ります。わお、デビルじゃんこれ、デビルというかなんだこれ。よーし、こいつら倒したら今日終わるか。パート4では起きてくれよ、セイキンさん、頼むぞマジで。え、なにこれ、なんだこれ、なんか横一線、なんか使いづらいぞこれ、割とめっちゃ使いづらい、なんだこれ。あ、でもそうでもない、まあいいや。うわー、先が長い、7000まで。尻尾生えてんだこの装備、尻尾は別にいらないと思うよ、竜倒すからって。別になんで君が竜のコスプレをしてんの、よくわからないね。よし、じゃあ次回こそはね、本当にセイキンさん起きてください。あなたね、
お金持ちだからってそれは良くないよ、やっぱ。うん。頑張んないと、お金があっても。うん。ということで、よかったら次もご覧ください。では、ご視聴ありがとうございました。さよなら。